デアン・サビチェビッチは、モンテネグロの元サッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。サビチェビッチはオフクチトーグラードの下部組織でサッカーを学び、1982年に、ブルチノストチトーグラードへ入団し、15歳で、リーグ戦デビューを飾った。その後、1988年にレッドスター、ベオグラードへ移籍すると、リーグ3連覇に貢献するなどクラブの全盛期を、 支えた。UEFA チャンピオンズカップ1990から91では、ロベルト・プロシネツキ、ダルコ・パンチェフラと共に優勝に貢献。1991年12月のトヨタカップでは、ユーゴビッチの決勝ゴールとなった、先制点をアシスト、前半終了間際に退場処分を受けたが、チリの CSD コロコロを3から0で下しタイトルを獲得。 同年のバロンドールでは、同僚のパンチェフやドイツのローター・マテウスと同率の2位に選ばれた。1992年にイタリアの AC ・ミランへ移籍。1992から93シーズンは2節のペスカーラ戦で先発し、デビューを飾るが、ルートフリットやマルコ・ハンバ・ステンラといったスター選手を擁したチームの中で外国人枠の問題もあって、 出場機会に恵まれなかった。17節ジェノア戦で初ゴールを決める。1993年のトヨタカップでは出場予定であったが、ミランが大会の外国人枠のレギュレーションを勘違いしたため、スタンド観戦となった。1993から94年シーズン後半より、ファビオ・カペロ監督の信頼を得て、レギュラーに定着、セリエ優勝。 UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献。UEFA チャンピオンズリーグ決勝の f c バルセロナ戦では22分に、右サイドのドリブル突破から、ダニエレ・マッサーロの先制点をアシスト。47分には、ミゲル・アンヘル・ナダルを振り切り、アンドに隅されたの頭上を越するウープシュートを決める、活躍などで4から0でバルセロナに対勝し、タイトル獲得に貢献した。 1994から95年シーズン、準決勝、第2戦の PSG 戦では2得点、UEFA チャンピオンズリーグ1994から95決勝を進出に貢献したが、怪我のため決勝を欠場しミランは敗れた。1995から96年シーズン、バッチオが加入、どちらが背番号10番を背負うべきかの論争が起きたが、バッチオは、ディアン以外に、 ミランの10番は考えられない。と10番を譲った。この年再びリーグ優勝に貢献。カペットは彼とは抗論が絶えなかった。彼は練習もあまりせず、ピッチでも手を抜いていた。そのため他の選手は普段の2倍の運動量を強いられた。しかし、それでも彼を起用したのは特別な才能があったからだと語った。1998年6月に、 ミランを退団。翌1999年1月の古巣のレッドスターベオグラードに復帰し5ヶ月間在籍。1999から00シーズンからはオーストリアのラピードウィーンへ移籍し2001年限りで現役を引退した。ユーゴスラビア代表としては1986年10月29日のトルコ戦で代表デビュー。代表やレッドスターでは 親友でもあるドラガン・ストイコビッチに10番を譲って8番をつけることが多かったが1988年3月30日に行われたイタリア戦だけはサビチェビッチが10番、ストイコビッチが7番をつけてプレーこの試合でセンタリングから1アシストを記録した。なおクラブ、代表試合を含め2人が共に出場した試合でサビチェビッチが10番をつけた試合は後にも先にも この試合だけである。1990年のワールドカップイタリア大会では準々決勝進出に貢献したが、代表としてはユーゴスラビア内戦による混乱などから国際舞台への出場を断たれたこともあり、u e f a u ロ9 2や1994年のワールドカップアメリカ大会など全盛期に開催された大会には出場ならず、 キャリアの晩年に差し掛かった1998年のワールドカップフランス大会で2大会ぶりのワールドカップ出場を果たし翌1999年に代表から退いた引退後の2001年にユーゴスラビア代表監督に就任したがワールドカップ日韓大会予選では敗退2003年6月に行われた UEFA ユーロ2004予選 アゼルバイジャン戦を1-2で落とすと監督を辞任した。セルビア・モンテネグロ代表監督通算成績は4勝11敗、2引き分けである。2004年からは、モンテネグロサッカー協会会長を務めている。ありがとうございます。